Bonjour, こんにちは。今日もフランス語の読み方の練習をさせたいと思います。これは1回目のビデオではないですね。たくさんやってますので、前のビデオを見てないと少し分かりづらいと思いますので、時々フランス語の単語も使ってますから、その前のビデオで紹介してますから、ぜひ前のビデオを見てください。はい、フランス語の読み方に慣れるためですね。前回の発音ですね、は、を、おの3つの書き方を紹介しました。たくさん練習しました。ここは紹介するよりも練習する場所ですね。で、今回はフランス語にありますけど、日本語にない発音を紹介したいと思います。それは、うです。うという発音です。日本語にはないです。口を尖って、うという発音ですね。まあ、発音の紹介を他のビデオでやりたいと思いますけれども、今日は読み方。でもビデオがありますから、それも利用してください。うではなくて、うという発音ですね。はい、それでは書きましょう。あと、わずかな単語も紹介したいと思います。この読み方の練習の後に。いいですね。じゃあ、一緒に読みましょう。う、ぶ、く、ど、ふ、ぐ、じゅ、う、じゅ、く、る、む、ぬ、ぷ、く、ろ、す、と、vous, vous, zou, zou, chou. たくさんそれを使っている単語がありますけれども、大丈夫、読めましたか？まだ読んでないんであればもう一回やってください。で、今日はマスターしなくてもいいですね。今日は、あ、そういうことですね。少し難しかった。あさって、もう一回やれば、実は意外と、理解ができると思います。理解、まあ、練習、そんなに一回でしなくてもいいですね。少しずつ何度も見れば、何度も言えば、あと繰り返すだけではなくて、自分自ら読んでもらいたいと思います。繰り返すだけではなくて、まあ、繰り返しだったら発音の勉強にはなると思いますけれども、やっぱり自分で読んで、で、私が読んだ時に同じ発音かどうか確認してもらいたいですね。はい、それではわずかの言葉ですね。大事な言葉がいっぱいありますので、まあ、まずね、ヴですね。あなた、ヴ。あと、私たち、ヌ。そして、ルイ、まあ、ルイ・ヴィトンですね。あと、ポーなんとかのためですね。Pour。 そしていっぱいありすぎてもわからないですね。じゃあ今日、あ、じゃあですね、柔らかいのむ、む、いっぱいありましても、しゅですね、キャベツ、しゅ、しゅ、クリーム、しゅ、あらクレーム、はしゅですね、しゅ、まあ、たくさんありすぎますから、紹介できませんけれども、もううですね。必ずうです。で、このビデオは初めての方のためにも言いますけれども、大事なところですね。うはフランス語ではね、このおとう合わせたら一つの音ですね。おうではなくてう。で、それが唯一の読み方。うは他の綴りはないです。おとう以外はありませんので、これがありましたら絶対うですね。あとですね、例えば言いつけますと、ウィとウィとなります。いいですね。でもウィはちょっと発音違いますから、まあ、ウとなります。次のビデオは、ワを紹介したいと思います。そのビデオみたいのであれば、ぜひ登録を。次のビデオも見たいのであれば、はい、これでウの発音が読めるようになりました。おめでとうございます。次の読み方はまだあります。いいですね。次の読み方は、わですけれども、おと言い合わせて。で、このビデオでは、紹介するだけではなくて、練習ができる場を作っています。ですので、ぜひそのビデオも見てください。見るためにはやっぱり登録をしないといけないので、
登録をして必ずベルにクリックつけてください。あとまだLike したことない人はぜひ LIKE をしてください。 Bonne semaine et bonne étude. Au revoir.